Dito naman kami ngayon. Ang destination namin. Okay, let's go guys. Okay, bye-bye.現在の121.74平方キロメートルの富士吉田市が誕生しました。農業を補う生産手段として古くから織物産業が発達し、郡内織物の産地としても知られています。また晴れの日に振る舞われるうどんは観光食としても有名で、 吉田のうどんとして広く親しまれています。
Ayan na, ayan na. Ito na. Yung taas mo. Fujisan no shuyou bubun wa ikutsuka no kazan tai kara dekite ite. Fujisan no moto tonaru Komitake kazan ga tanjun shita no wa ima kara suujuu man nen mae no koto desu. Komitake kazan wa そのほとんどが現在の山体に覆われてしまって確認することはできませんが富士スバルラインの終点5合目の小御嶽神社のある高鳴りがその山頂ではないかと言われています。最初これか、小御嶽火山の上には小富士火山が形成され、さらにその上に形成された新富士火山が現在の 3776.3 メートルの山体を作りました。pag yaman na siya, may kubo na siya. Ayan, lamig na ba na mama? Ayan. Fujisan 世界文化遺産の構成資産は山梨、静岡、両県合わせて25県あります。このうち富士吉田市に含まれるものとしては富士山信仰の拠点や信仰に関わる場として北口本宮、富士浅間神社、富士講をはじめ最も多くの人々が登山に利用した吉田口登山道、登山者の宿坊となった忍野の家、富士山の噴火の跡を残す吉田胎内樹形があります。富士山は溶岩や火砕物が幾重にも積み重なってできています。富士山の地質図を模型に重ねてみると噴出物がどのように流れたかが分かります。富士吉田市内にまで到達した溶岩は古墳時代に流れた檜丸井第一溶岩と800年から802年に流れた檜丸井第二溶岩、そして937年の剣丸美第一溶岩です。富士山ミュージアムは檜丸美第二溶岩で形成された台地の上に建てられています。雪城は富士山の雪が春先に溶けて土砂とともに一気に流れ下る土石流。古い文献には1834年に大災害が発生したと記録されています。5合目から8合目の流れから始まった土石流が麓まで押し寄せ沈下や田畑を一気に押し流してしまったのです。現在も大蒼澄地区の境に残っている堤防はその時の教訓により作られたものなのです。
大事ね。